あの町あたりか行事のためにただいま、養生中でございます、ですので、まあ養生中でございますのでちょっと時間も空きましたんで、6年前の深い溝を埋めるべく今回久しぶりにやってきました、でもね、ほんまにね、6年ぶり来たらみんながね勝ったんでびっくりしましたね。よく考えたら、コメンターのノリが座長になった時が確か14歳の時だったんですね。座長になったんが14歳の時だから、もうその時僕すでにもう26歳ぐらいやったから、まあ頑張っとるなと思って、ね、それからこういろんな意味で助けてあげたかったんですけど、うちの死んだ母親があんまり助けるなって言ってね、助けたらあんまりためになれへんから、遠くから見てるのが一番いいんだって言われてから遠くから見すぎました。でもね、久しぶりに一緒にやらせてもらってから、いろんな面でね、成長してるんで、とにかくびっくりしましたね。私もね、いとことして鼻高々です。でもね、これからもうどんどん頑張っていくだろうと思っております。松原コメンタードリに劇団、団員指導、よくよく考えたらうちの劇団よりも団員が多いんですよ。ですからそう、決算が多いんですよ。ですからね、うちもどんどん頑張っていかにゃならんなと